がとうございます。では続きまして引き金を聴いてください。楽曲も、こんな感じ
年代的にもかなり、まあ、僕の親世代の、曲たちをやってます。今まではだいぶね、結構古い曲だったんですよね。井上陽水だとか、なんだろう、和田アキ子とか、古いミュージと、井上陽水の氷の世界という曲を、メドレー形式になったら何気に良かったという、そんなことがありますね。あとナイルおじさん、私たちのバンドナイルおじさんというんですけども、ホームページが、ございます。もし、今日のナイルおじさんの、音を聞いて、興味が、ある方がいらっしゃいましたら、ホームページをぜひご覧いただいて、メンバーの、生まれてから今に至るまでの経験とかが書いてありますので、プライバシー無視で書いてありましたので、もしよかったらご覧になってください。あと YouTube にも、過去の、ライブ映像ですとか、まあ、過去のライブ映像ですとか過去のライブ映像ですとか過去のライブ映像が載ってますので、ぜひご覧になってください。今日上野のね、なんかお祭りということで、なんかうちらもなんかたま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 というか衣装は今日もうみんなジンベエとか浴衣に合わせようということで、なんか、まあ統一感あるやろないやろってちょっとあれなんですけどね、まあ今日天候に恵まれたということで、すごく今の衣装が合ってるなと、これで大雨だったらちょっとね、なんか浮いちゃうなという感じ。まあ熱く、この後も、ね、盛り上がって